皆さんこんばんは。本日はウリ&タイガのプレミア公開第2弾お越しいただきありがとうございます。今回も第1回目と同じでショート動画総集編、もう第9回目になります。30本ずつ撮りためているショート動画とは言っても YouTube ショートではなく短めの動画、だいたい1分1秒、1分2秒の動画を2日に1遍出しているんですが、それを30本貯めて定期的に出しております。前回2ヶ月半前にプレミア公開初めて行いまして、その時もこのショート動画総集編第8弾をプレミア公開といたしました。で、今回またそこから30本溜まったので、今回のショート動画総集編第9弾を2回目のプレミア公開にしました。今回のね、短い動画、皆さん見ていただけてるかな？コメントオフにしてるからね、あんまり見ていただいてない方もいるかもしれないんですけど、3本目かな、タイガが車の中でニーニーを待っているシーン、ニーニーがお買い物かなんかに行って車を離れてて、ママは中にいるのにタイガが一人でワー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 って泣いてるシーンがあるんですけど、あれ笑っちゃうんですけど、うちの子だけじゃないかなと思うの。ワンちゃん飼ってる方どうですか？あんな風に泣いたりする？一人がもう誰もいなくて取り残されちゃったらちょっと寂しくなっちゃうかなとは思うんですけど、どちらか一人がいるのに泣いちゃうんですよ。なんで大学？なんで泣いちゃうの大学？皆さん泣きますかね、あんな風に。大学ね、わーわーわーって特徴的な声で泣くんだよね。車だけじゃなくて、例えば出かけていて、旅行なんかの時に高速道路のサービスエリアで、じゃあ私トイレ行ってくるからニーニー待っててね、タイガと一緒に行って、トイレ行く時なんかも泣きます。逆の場合も泣きます。私が離れて行っちゃう時も泣くし、ニーニーが離れて行っちゃう時も泣く。恥ずかしいんですけど、あれ、タイガー君。下手したらさ、タイガー君、誘拐してるんじゃないかなってさ、思われちゃったりしそうだよ、あれ。やめて。治らないの？あと、車の中でも泣きますね。車のドライブ映像、見ていただいた方いるかな？車に乗ってても泣く。家に着いて、車をバックにギア入れて、駐車する時も泣く。バックのね、ポーンポーンっていう音、あれがね、ちょっと泣くポイントなのかな。それとも今までまっすぐ進んでいたのが体的にこう後ろに進んでいるっていうのがちょっと違和感あるのかな。ちょっとね、泣きどころわからないんですけど、とにかくタイガくんはよそのワンちゃんに比べたら泣くね。吠えるし、威嚇もするし、寂しくても泣くし。でもね、ピンフェスに行って安心したよね。ミニピン、みんなそうだった。犬種の特徴だね、タイガくん。そんなタイガくんですが、これからプレミア公開いたします。もう始まっております。こちらね、アーカイブで見ていただいている方、チャットをオンにしてありますので、よかったら高評価、ポチッと押してもらって、その並びにあるチャットというボタン開いてみてください。当日、プレミア公開の当日のチャットの様子が見れると思いますので、よかったらそちらもね、楽しみながら最後までお付き合いくださいませ。それでは、プレミア公開、スタートいたします。ご飯待ってるの？ご飯待ってる時震えるね。いつも震えるんだよね。
武者震いだよね。落ち着かないね。何食べてるんですか？ママの手ボコボコだよ。痛いよ。なんで風邪の。痛いよ。やめて話して。どうしてかじるの？ママの手どうしてかじるの？痛いよすごく。もうボコボコになっちゃった歯型で。痛いよ。痛いってば。でこのタオル嫌なの？触られるの。そうなの？このタオル触られたくないから怒ってんの？痛い。
取らないよ。跳ねちゃった。ちょっと見せて。あ、ほてる。ちょっと見せてよ。あ、綺麗な花。うん。綺麗な花な。いち。動いてる、動いてる。あ、綺麗だ。あ、ごめん、起こして。ごめんね。おやすみ。
てこちゃーん、モフモフになっちゃいましたね。モップみたいになっちゃって。あやこんちゃん、舐めてくれる。舐めてくれる。これお目々どこにあんの、チョコちゃん。チョコちゃん。これ、カットカットの時期なんじゃないの。お風呂入ったんだね。お風呂入ったんだけど、直近直近の時期なんじゃないの、チョコちゃん。別人みたいだね。ああ、何じゃ、あ、どうした、あ、なんか荒ぶってるよ。ああ、てかくん呼んでみようか。てかくん、チョコちゃんいるよ。チョコちゃん来たよ。あれ、なんで、なんで呼んだの。チョコちゃんだよ。なんで、なんでそんなことしてるの。ニコルちゃんのママです。大人気。おー、ニコル。どうした、なんか匂う。ニコルちゃん久しぶりだね。兄ちゃん、兄ちゃんカメラ大嫌いなんだよね。あ、カメラ大嫌いなの。そう、見ないよ絶対。そうなんだ。一瞬見たけど目が合わない。兄ちゃんやめて、やめて、お願い。大学くんも何入ってんの。匂いがする。何入ってんの。うんち入ってんじゃないの。本当だね、さっきまでゲリラ豪雨だったのに。雨上がりだから今日は少なめ。少ないの、大学。あ、出た。あ、少ないの。暗くなってきたね。アスファルト大丈夫？
なんてところに顔突っ込んで寝てるの？それニーニーのサンダルじゃない？ニーニーの足の上好きなんだ。靴下も好きだもんね、ニーニーの脱ぎたての靴下ね。はい、うわあ、すごいすごい。はい、よかった。はい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 。ダメよ。大。この食べ方ダメなんじゃないの？大学は知らないんだよね。あ、できてる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 。おおお、口についてる口についてる。ママのタイミングと大学のペロペロがタイミングが合わない。食べてる食べてる。うん、おいしい。ジャブジャブのご褒美だよ。やっぱ風呂上がりはナピューレだね。美味しかった。あー、ついてるついてる。ママ指についた。あはははママの指についてる。もうお風呂上がりなのにやっぱこの食べ方はダメだね、君はね。ベッドずれちゃったじゃん。ママが直してあげるね。で、ずれちゃってるから直してあげる。水元公園のドッグラン1年ぶりに来ました。
けど暑い。ね、来た。おはよう。大事なお話があります。大ちゃんに謝らなきゃいけないことがあります。今日ね、大ちゃん、病院なの。年に1回のアニマルドッグの検査で病院行くの。そこの血液検査で今日の朝ごはんは朝の9時までに食べなきゃいけなかったの。ママ8時半にアラームセットして寝たんだけど、ニーニーの話によると消しちゃったみたい、無意識で。何が言いたいかっていうと、今ね、もうお昼の12時半なので、たいちゃん今日朝ごはんなし。水元公園、1年ぶりにドッグランの更新手続きに来ました。広い公園です。都立公園で一番の広さを持つ公園です。これはごく一部です。更新手続きしてきます。無事更新できました。令和4年確認有効期限5年6月まで水元公園の名前タイガ。こちらは水元公園サービスセンターです。サービスコスセンター行ってきました。手続きの後ろでこの放送やってた。現在臨時駐車場に車を止めていらっしゃる方にご案内いたします。全然人がいない。臨時駐車場の利用時間はちょっとコンビニで4時30分まで時間潰してなっております。どっくらい行ってみます。こちらがサービスセンターでした。おはよう、パンダさん。気に入ったの？一緒に寝てるんだ。あ、パンダさん。お、守ってるんだ。取られないように。一緒に寝てるんだ。そんな気に入ったの？よかったね、壊れちゃったけどね。うわー、怖い。タイガーくん、ジョブジョブ、ご苦労様。ラピューレの時間だよ。待て待て待て、ゆっくりだよ。ゆっくり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 、そう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 、うん、そうそう、ゆっくりゆっくり。早すぎるとおじょじょお口とかね、お鼻についちゃうから、ゆっくりゆっくり。お鼻に入ったあー落とした。うん、はい、ごちそうさまでした。大学今日もジャブジャブ、ご苦労さまでした。
ごちそうさまでした。あー、脇につけてます。得意の脇に匂いをこすりつけてます。水元公園に来てます。広い広いね、大学。お疲れ様でした。最後までお付き合いいただきありがとうございました。30分ぐらいのまとめになったかな。てがくんも眠くなっちゃったね。皆さんもお疲れではないでしょうか。今回ね、突然月曜日という平日にプレミア公開始めさせていただいたわけなんですが、また今週土曜日9時からは通常の YouTube ライブも行いますので、そちらの方にも皆さん遊びに来てくださいね。まだ参加されたことがない方、よかったらね、 YouTube ライブの方も毎週土曜日9時から行っていますので、ぜひ一度遊びに来てください。てがくん、疲れちゃった。また2ヶ月後3ヶ月後にはやろっか、プレミア公開。前回のね、プレミア公開が結構疲れちゃったんですよね。初めてだったので、今回はどうかな。たくさんの方来てくださったかな。皆さんありがとうございました。それではまた次回プレミア公開第3弾お会いしましょう。今回のプレミア公開も最後までお付き合いいただきありがとうございました。おやすみー。